2007年ヨーロッパフィギュアスケート選手権は2007年1月22日から1月28日までポーランドのワルシャーで開催されたフィギュアスケートのヨーロッパ選手権男女シングルではショートプログラム後それぞれ上位24人がフリースケーティングへ進んだアイスダンスではオリジナルダンス後の上位24組がフリーダンスへ進んだ男子シングルでは フランスのブライアン・ジュベールが通算2度目の優勝。2位にはチェコのトマシュ・ベルネルが入った。チェコの男子シングル選手がメダルを獲得したのは初めて。女子シングルではイタリアのカロリーナ・コストナーが優勝。イタリア女子シングル選手の優勝は史上初。2位はスイスのサラ・マイヤーでスイスの女子シングル選手がメダルを獲得したのは1981年大会の デニス・ビールマン以来26年ぶり2006年ヨーロッパフィギュアスケート選手権までロシア勢が11連覇をしていたペアではドイツのアリオナ・サフチェンコロビン・ゾルコービ組が制し3位には開催国ポーランドのドロタ・シュデクマリウス・シュデク組が入ったアイスダンスではフランスのイザベル・ドロベル オリビエ・シェーンフェルダー組が初優勝を飾った。ありがとうございます。